然強いと思うんで。さあブラッドはアイリーンとは相性はいいとは言えないとは思いますが、ワンコンボのダメージが基本ダメージが90を超えますね。おっとキルピン一発でリングアウト。さあちょっと安いですが、ここは決まっていく。いけ投げは下がっている。サンプルでミドル。相手は最軽量なんで、グラントのコンボ指導技が当てるとミラミラピンに入ってしまうというかわいそうなキャラ。裏投げ入って軽量エンジン。ピンチピ入って日本練習。さあ中間ではない。この試合唯一勝ったのはキューピーだけになってしまうか。ほぼ口切れていく。これが決まってしまう。アイリンかわいそう。おっと今のなんかちょっとおかしいなことになってましたが、アイリンのマルティークだけが打ち勝っていた。相談が決まって投げが決まる。投げ取ってまだ割ってあげるぞ。サピザケピーミドル刺さって勝ったのはカエラギタチーム。タワシー温泉パチパイさんチームとカレッパパアクションさんチーム試合です。お願いします。タワシさん温泉のシーパイさんチームとカレッパパ、アクションさんチームですね。ジャッキーの方よろしくお願いします。B ブロックの方に移りたいと思います。1B側がカレンパパ白鳥さんチームですね。